皆さん、こんしましま。ヤンティスの新猫好きドゥエース。ドルフィンウェーブ実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけでね、今回もね、バレンタインイベント、Thanks for Chocolate の、ストーリーやっていくぜ。ね、前回はね、そのね、霧島の戦士である、アンリーなんだけど、こうファンの子たちが、チョコレートを送って、来るけ、ちょっとね、アンリがこう、たくさんもらってもちょっとこう、食べきれないな、みたいな感じで悩んでいるところやね。さあ、じゃあ、ストーリーさん、やっていくぜ。ね、たくさんチョコもらえるんだったら、俺にもちょっとくれや、って。ね、分けてほしいね。はい。で、やっぱりイルカはもう本当に皆勤賞なぐらい出てるな。もう全イベント本当出てるな。やっぱりこう、主人公枠だから、だろうな。お疲れ様です。皆さん、ビーナさんも、こんにちは。そうですね。と、コーチに練習切り上げてって言われてきたんですが、何かあったんですか？わあ、机の上、チョコレートでいっぱいですね。美味しそう。いやー、イルカ、チョコ大好きだろうな。パフェ好きだし。すごい量ですね。もしかしてこれ全部、アンリさん宛ての？そうそう。炎鵬のファンから送ってくれたとよ。ねえ、炎鵬と蓮鵬ってなんかちょっと間違えそうな気がするんだけどな。そうでもないか。もうすぐバレンタインですもんね。私、お腹空いてきちゃいました。ふふ。やっぱ、ねえ、物があるとね、お腹空きたくなっちゃうよね。なんかこうね、焼肉とか、ねえ、ラーメンとかその目の前にあるたりとか写真とかあったりするとさ、やっぱこうお腹空きたくなっちゃうよね。ダメですよ。イルカ、あれはアンリさんのなんだから食べちゃダメよ。わかってますよ。でもすごく美味しそうでね、食欲には勝てん。コーチもそう思いませんか？と、さすがに食べるのはまずいけれどね、チョコレートパーティーできそう。確かに俺もな、たくさんあったら、ねえ、食べたくなりそうな感じがするな。よし、チョコレートパーティーでもしようぜ。コーチ、食べちゃダメですってば。ごめん、ミチル。おなあ、ミチルがおらんかったら、イルカも俺もね、チョコレートを食い尽くしていたかもしれない。ね、ミチルはストッパーやったね。そういう意味では。どういうことだよ。で、どうしてイルカたちも呼んだんだよ。お前ら、何を企んでいる。お前らっていうよりかは、ビーナの案だと思うんだけどな、って。と、役者は揃ったことだし、教えてあげましょう。春が受け取った多すぎる愛。このチョコレートをどうするか。それは。やったわ。ファンのために。バレンタイン感謝祭を開くことよ。感謝祭。フェスティバルみたいな。感謝祭？ですよね。わあ、なんだか楽しそうな響きですね。
そうやね。パーティーみたいなイメージ、賑やかになりそうやね。そうか、チョコレートパーティーできそうって言ったら本当にそういう感じになりそうやな。それがどうして悩みの解決につながるんだ。え、感謝祭当日、ファンからもらったチョコレートを使って手作り料理を振る舞うの。手作り料理いいね。こうね、もらったチョコをね、溶かしたりして、こうね、いろんなね、こうアレンジのチョコレート作っていくんだろうな。手作り料理？え？つまりファンの人には最初から料理に使うためのチョコレートを持ってきてもらうってことやっちゃね。売ってありますよね、ああいうのね、こう業務用みたいなやつね、こうなんかカラーチョコとかなんかああいうのあるよね。こう最後にパラパラパラってこう巻くような感じのやつ、あんな感じのやつとかもね、あったらすごい映えるよね。いいと思います。でもあの当日もらうチョコっていうからさ、今あるチョコレートはどうすんだろうな。なるほど、たくさんのチョコレートを材料に料理を振る舞えば、持て余さないですよね。一石二鳥っていう。そうですね。それならみんな大喜びだと思います。なんかこうビーナの案にしてはなんかいいじゃんみたいな感じなんだろうな、みんな。ああ確かに問題は解決するな。そうね。何を驚いているのかしら。そうだな。いや、もっと突拍子もない話かと思ったからな。意外とまともでびっくりしているんだよ。逆にどういう考えだったんだろうな。こうアンリが考えていたことって。もう失礼やが、アンちゃん。おっしゃー。ま、それなら悪くなさそうだし、やってみるか。わかりました。そうと決まればファンの人たちへの呼びかけも必要ですね。ネットの宣伝やチラシ作りが必要かしら。コーチ、お願いできそうですか？あ、俺がやるんだ。そういうのは俺がやるんだ。まあまあ、ねえ、そうだよな。俺もなんかしらやんないといけないけな。ちょっと不安かも。できる限りやってみるよ。まあ、いや、ここでこうね、やる気を、みんながこうね、やる気出してんのに、ここで俺がね、やる気を、やる気そぐようなことしちゃダメやで。じゃあ、まあできる限り、頑張っていくぜ。ありがとうございます。ね、ミチルのために。ありがとうございます。頼りにしています。そうだな。料理なら、投資が得意だし、急だけど、なんとかなりそうだな。他力本願。ザ・他力本願やね。何を言っているの？ファンはあなたへ贈り物をするのよ。それなら、春自身が料理をするべきでしょ？はぁ？え？あたしが？いや、私は料理できないって。あ、せやろな。なんかそんな感じだわ。なんかこう、そんなにこう、ねえ、家事とかあんまりしなさそうだよね、アンリって。まあ、そう言ったら失礼やが、アンちゃんって言われそうだけど。ちげえ
よ。変なもの作ったらファンに失礼だろ。あいよ。でもどうなんだろうね。チョコレート溶かして、でなんかこうね、型みたいなのにちゅふいーってやって、でそれで冷蔵庫とか入れて冷やしてやれば、なんか俺でもできそうな気がするけどな。まあ簡単なやつだったらね。まあちょっとこう、なんだろう、こうね、あのケーキ屋さんとかお菓子屋さんとかで置いてあるああいうクオリティはさすがに無理やけど、なんかそんぐらいだったら俺でもできそうやけどなって気もする。愛のためよ。やめろ。圧がすごい。あ、わかった。わかったから近寄るな。ね。圧がすごくて、圧って思っちゃうよ。私がやるんなら練習が必要だな。トシエ、教えてもらってもいいか？そうやね。もちろん、あんちゃんのためなら何でも協力するかいね。あの、歌いはなんかできそうやね、ほんま。そういう料理とか、なんか家事全般って。まあそもそもなんかこうね、お世話好きみたいな感じやしな。こう歌えって。どうしよう。でもどこで練習しますか？ここにはキッチンありませんし。あ、キッチンないんだ。なんか食堂みたいなところとかないんかな。そこで借りたりとかできん、できんか。この辺で料理をするところって言ったら、あのカナロアぐらいしか思いつかんな。エレンに頼んでなんか貸し切りにしてもらおうか。そうだな。練習のために使うからちょっとあのエレン頼むよって。このメンバーで集まるんなら場所はもう決まっているだろう。ね？どこあったっけ？だよなだよな。な、猫好き？なんですか？なんで、あの、俺のことを言ってるんですか？あれ？はい、じゃあまあこんな感じでね、ストーリー3でした。じゃあ引き続きストーリー4までやっていくかい。さて、集まる場所っていうのは一体どこなんだ？あの、思い当たる節がないんだが。はい。あ。ここは多分俺の家やな。いやー、なんていうか、そのなんかこうな、家に女をあの入れるっていうのはなんかちょっとこう、そういうなんだろうな、なんかそういうなんだろうな、こう、そのなんちゅうか、って感じがするね。お願いしまーす。いいわね。ちゃんと片付いちょるね。お掃除が必要かと思ったけど、大丈夫そうやね。あの、掃除職するなんつって、やめちゃダメだよって。そうだな。ここなら時間も気にせず料理を練習できるな。まさかうちでやるとは。まあ大騒ぎなんで大騒ぎでなんで噛んじゃうんだろう。もうなんだろうね、大騒ぎしなきゃ大丈夫だよ。まさかうちでやるとはほんまや、まさかよ。
すいません、押しかける形になってしまって。もうミチルがそう言うんだったらもうねえ、おお、もう弱っちゃうな。いやー、しかしこう、なんだろうな、二人っきりとかだったらね、なんかこう、なんだろう、ね、男女が一つ屋根の下みたいな、そんな感じになってしまいそうだな。まあもちろん変な意味でじゃねえからな。と、チョコレートを使った料理か。そういえば材料はどうするんだ？まさか今日まででもらったチョコを使うなんて言わないよな。え？使わへんの？じゃあ逆にもらってるチョコはどうすんだろう。え？そんな愛のない言葉は言わないわ。材料なら一通り揃えてあるもの。おお、なんかピーナーめっちゃなんかこう、めっちゃ協力的やな、今回。どうしたん？こんなにやる人だったっけ、この人って。わあ、机に食材が山盛りです。嘘でしょ。いつの間に買い出しに？あれだろ、愛の力だろ。愛し合いましょう。もうなんか次出る言葉はもう分かっていますみたいな。春、愛への理解が深まっているわね。私とこれから愛について語り合わない？酒でも飲みながら語り合いなさい。適当に言っただけだよ。料理するんだから語り合ってる暇なんてね。とにかく一回やってみよっかね。あんちゃん、台所に立って。キッチンに立ってキッチンとしましょう。まあやるけどさ、やっぱり自信ないな。どんなのができるんでしょうね。よし、とりあえず一品できたぞ。ちょっとぼやになりかけたけどな。ほわ。ぼやになりかけた。おい、アンリ、何をした？ぼやというか、爆発していましたよ。火事にならなくてよかったですが、おい。どうせ爆発してボカンってなってからこう、俺ら黒焦げないやろ？こうなんか、ねえ、昔のなんかギャグ漫画とかでね、そういうのありそうだ。ねえ。もう、どうしてこういうことが起こるんだ。坊やだからさ。あと、この料理は、何でしょう。なんだか、うごめいていますが、食べ物ですか？うごめいてる。おえチョコを使った料理だよな。え？魚でも使ってんのか、おい。チョコレートに魚？どういうこと？いや、まあ、魚という決めつけてはないけどさ、うごめいてるって。なんか、魚介？魚介類でも入れたんか、おい。と、チョコトリュフ、のはずやったちゃけどね。トリュフ？はあ、
なんていうか、その料理が下手とかそういうレベルじゃないだろ。やべえな、カジノばっか言ってるからね、本当に火事になりそうだったんだな。やっぱりそうは見えないよな。形もいびつだし、これは大失敗だ。そうやね。あんちゃん、気にせんで、次頑張ったら行っちゃか。いいと思います。でもこれ、チョコレートのいい香りがしますよ。試食してみてもいいですか？いいか、やめとけ。うごめいているんだぞ。この黒い物体を食べるのか？腹やべえことにするから。いただきます。マジかよ。イルカちゃん？大丈夫？はい。大丈夫です。どんどん持ってきてください。なんかすごい下向いてっけど、おい、本当に大丈夫かよ。え？キャベジン飲む？嘘だろ？本当に大丈夫か？いいと思います。チョコの香りでお腹空いちゃって。とにかく、料理の試食は任せてください。料理担当はアンリーで、サポートは歌えで、イルカはその試食と。ミッチルは何するんだろうな。ミッチルの出番は何だろう。そうだな。まあイルカが食べてくれるなら試作品も無駄にならずに済むか。この子、食欲旺盛だし、胃も丈夫なので、そこは任せていいと思います。まあそんな、胃が丈夫、イルカの胃が丈夫なのはまあいいとしてた。普通の人が食べた時にどうすんだろう。普通の人が食べたらこうなんか、ふぅーみたいな感じになったらどうすんやろな。はい。はい、いっぱい食べますよ。私、質より量派なので。わかったわ。なら今度は生チョコ作ってみよっかね。簡単なもんからステップアップ頑張ろうかね。生チョコの方が簡単なんかい？チョコトリュフより。ああ、そうだな、何事も経験だ。そうやって人は成長していく。ん？どうした？あれ、そういえばビーナーはどうした？見当たらないなぁ。ん？新たな買い出しかな。と、少し前に意気揚々と出て行ったよ。次の愛を求めて旅立ったとか？なんだろう。まあちょっと出て行ったのかな。わかんねえや。まあ息をよと出て行ったよって。俺はね、知っているみたいな。なんだよそれ。嫌な予感がするな。ね。息をよと生きようよ。たら出てくる巨乳お姉さんだね。私の心配をしてくれるなんて深い愛を感じるわ。いや、びっくりした。
めっちゃ引いとるやないかい。いきなり背後に立つなよって、おい、後ろにいるのはなんだ？お？だ、え、なんだろう？そうね。春と同じ悩みを抱えた二人を連れてきたの。感謝祭に参加してくれるそうよ。お、二人追加ですか？え、てか、この部屋に入りきるのか？え、イルカたちで四人だろ？で、ビーナで一人やろ？で、また二人っていうことは、4、5、6、7、8人。俺含めて8人もこの部屋に入るのか？しかも全員女子やぞ。もうハーレムなんてもんじゃねえだろ。もうどうしたらいいんだよ。いや。おう。その二人っていうのが、シオンとヘリーさんか。まあ、今回のヘリーさんはね、あれやしね。うん。と、なんで私が。そうね。チョコレート料理を振る舞うパーティーをするのよね。私とシオンにもたくさん贈り物が届いているの。まあ確かにシオンだったらこうなんかたくさんね、チョコもらえそうやな。ね。俺にも欲しいな。嬉しいわ。こういうことには積極的に乗っていくべきよね。ぜひ手伝わせてもらいたいわ。今回は本当あのね、霧島とネレイデスのね、本当合同感謝祭やな、本当。やったー。でもここまであるんだったらあのね、セレナもね、おってもいいんじゃないかな。まあでもヘリーさんがあまり言わないか。うわあ、シオンちゃんにヘリーさんも参加ですか？たくさん食べられ、じゃなくて楽しくなりそうです。まあ、たくさん食べれるね。はは。この部屋に入りきるのか？うん、まさにアンリが思っていたことと同じことを思っていた俺である。この部屋拡張せんといけんかな？各町内会の人に、お願いして、ねえ、広くしてくださいって言ってみようかな。はい。じゃあ、まあ、というわけでね、ジェットバトルの方に移っていくぜ、ということで、イベントボスの、まあ、ノーマルからね、やっていこう。ね、チケット払って参加、ということで。さてさて、じゃあ、まあね、今回はムーン属性なんだよね、敵の方は。フィールドが晴れか。じゃあ、ちょっと晴れだったら、こっちにマシンを変えて、これも晴れの時だったらな、そうだな、これじゃない、まあこの風見のやつだな、両方とも、まあ両方、うん、まあ、ちょっとこうアタッカーの方のね、これ名前がサーフェイスかな？うん。まぁ、あ、ちょっとこれがね、低いけれども、まぁ、あ、大丈夫でしょう。よし。というわけでね、ビーナ、ヘリーさん、アンリ、歌え。まぁ、あ、見事に今回ね、まぁ、あ、感謝祭に参加しているメンバーやな。よし。じゃあ、ジェットバトルで、ね、スタンバイ、ゴー！行ってくるかいね、コーチ。おお、シオン、なんかこう、パティシエ衣装いいね。本日のわだつみは、文句なしの快晴。水平線まで行って、シオン以外は、同じっていうね。スタンバイ。ゴー！文句なしの完璧な仕上がり。ちょっと低いけどね。まあ、大丈夫やろ。よし、じゃあ、とりあえず。
そうだな、アンリの攻撃アップと歌えがな、そんなにないんだっけ。じゃあまあこれでいこうか。ペリーさんもな、こう攻撃方法が同じ、違うけれども、あの効果が同じなんだよな。ここが少年バヤッチャだ。せめてなんかバフかなんか付与してほしかった。そこね、余裕あるよ。さあまあ余裕か。美味しい流れですね。よし、じゃあまあとりあえずこれでビーナの感電付与っていうのがつくんだよな。感電、そしてアンリのクリティカル確率アップ。私の攻撃は痛いわよ。大丈夫だね。このアンリの衣装すごく、あの下の方が見えそうでね、ふふ。いい感じね。よし、感電。そうだな、とりあえずそうだな、遺体のクイックショットと、200% アップを、B なのこれかな。もうなんか倒せそうだな、普通に。歌えが強いんだよな、ほんと。まあ歌えもう本当に最大まで上げてるし、多分確か、アンリも最大まで上げてるけな、あの SSR の。2人とも使えるんだよな、 SSR の時点でも。というわけでまあ勝ちました、勝ちました、イエーイね。はい、というわけでね、ね、Thanks for Chocolate のストーリーね、まあちょっとアンリがね、いろんな料理をしていく中ね、まあヘリーさんとね、シオンもまた加わってのね、手作りチョコレート、一体どんなものができていくんでしょうね。いや楽しみだね。ね、でもね、皆さんもチョコの食べ過ぎでね、あの歯痛くしないように気をつけてね。チャンネル登録、高評価、コメント待っているぜ。それではバイニャラー。